台湾の演劇ファンに人気の日本の演出家野田秀樹がナショナルシアター&ナショナルコンサートホール35周年の招きを受け、好評を博した代表作旧ア・ナイト・アット・ザ・歌舞伎を上演します。野田秀樹が脚本・演出・出演をするだけでなく、松たか子、実力派俳優の上川隆也、人気テレビ俳優の広瀬すずや志尊淳など豪華キャストが舞台に登場します。因为我们这次卖了12000张票，然后所有的票大概是20分钟之内销售完毕。那同时，因为这次今回販売した12000枚のチケットは20分ほどで完売した。また資料を見てみると、1万人が同時にオンラインでチケットの争奪をしていた。これは最近の争奪数としては最多で最速であり、この数字から注目度の高さが伺える。日本のドラマの女神松たか子が初めてナショナルシアターの舞台に登場し、その演技力を台湾の観客に披露することや、広瀬すずが舞台初挑戦し第54回紀伊國屋演劇賞を受賞した作品であることなどから注目となっています。劉以女ゼネラルマネージャーは、この作品は東京、ロンドン、大阪で60以上の公演を行ってきたことがあり、演劇好きも一般の人も同じように盛り上がっていると言ってもいいと語っています。看似通俗、可是内有深意、然后所以他的品质跟他的口碑可以一直都兼顾的。ありふれて見えるが深い意味がある。だからこそその品質と評価は常に非常に高い。この作品はワールドツアーを行っている。日本や台湾だけではない。だからこれはまさに一つのテストを経て、なおかつ人気を得ている演出で、こうあるべきだと思う。旧ア・ナイト・アット・ザ・歌舞伎はイギリスのアーティストクイーンのアルバムオペラ座の夜にインスパイアされ、野田秀樹がその世界観と音楽のテンションを舞台上にもたらします。作品全編においてアルバムオペラ座の夜の曲を使用しており、テキストはシェイクスピアの名作ロミオとジュリエットを改編。2組の男女によってロミオとジュリエットのキャピュレット家とモンターギュ家の物語に呼応し、源頼朝と平清盛の争いの12世紀の平安時代に観客を連れていきます。2人の男女が過去に戻ったらどのように運命を変えるのか、前編において楽しく魅力的で同時に考えさせられる内容となっています。